はい、こんにちは。じゃあウイルス編パート2ですね、やっていきましょう。パート1では細菌が侵入した時の免疫反応を見ました。で、細菌っていうのは生き物なので栄養があれば勝手に増えていくんですね。でウイルスっていうのは実はね、厳密には生き物ではないと言われていて、それはなぜかっていうと、自分で増殖できないんですよ、ウイルスっていうのは。じゃあどうやって増えるかっていうと、細胞に感染します。細胞に感染して細胞の力を借りて自分を複製させるんですね。嫌な感じですね、なんかね。で、まあ、細菌の時は、まあ、最初はマクロファージとか好中球とかが、鈍食して、食べてくれました。で、ウイルスの場合最初誰が、やってくれるかっていうと、これです。 NK 細胞、またののナチュラルキラー細胞というんですけども、この細胞はですね、感染した細胞を見つけるとドスッと、人思いにですね、生かしてあげるという、まあ、なんていうか残酷なのかこう優しいのかわからない細胞なんですけど、で、このですね、NK 細胞のこういう攻撃はですね、非特異的です。パート1でも言いましたけども、まあ、感染してたらとりあえず、潰しちゃうという感じですね。はい。でですね、やっぱり初動体制だけでは、なかなか対応しきれないと、やっぱり。なんで、ウイルスの時も同じようにですね、B 細胞とか、樹状細胞という細胞が、このウイルスの情報をヘルパー T 細胞にですね、持っていって助けてくれというわけですね。抗原提示を行います。パート1でやったとこもうほぼほぼ一緒ですね。で、抗原提示を受けたヘルパー T 細胞はガーンと活性化してまた2種類に分かれますと。で、今回はですね、こっちの、TFH の方からやっていきたいんですけども、 TFH はこれも細菌の時と一緒です。B 細胞を形質細胞に進化させて抗体を作ります。全く一緒ですね。はい。でこの抗体はですね、このウイルス用に作られたやつなんで、こうやってガチッとなって、でですね、細菌の時は抗体はオプソニン化してマクロファージが食べやすく、してくれてたんですけど、ウイルスの時はですね、ウイルスを直接やっつけることもできます。できないウイルスもありますけども、そういう効果もあると、いうことですね。はい。で、もう一個の方、 TH1 ですね。 TH1 は何をしてるのかというと、実はですね、この侵入してきたウイルス専門の、専門部隊である CTL っていう細胞部隊を設立します。 CTL は細胞障害性 T 細胞っていうんですけども、ちょっと長いけどね。はい。で、これを設立すると。で、まあ、かっこいい見た目じゃないですか。で、こいつらは何をしてくれるかっていうと、ですね、ここですね、該当のウイルスに感染した細胞を特異的に破壊することができます。パーンと。だからこのウイルスに感染した細胞だけを見つけ出して効率的に、破壊していくというわけですね。まあ、ウイルスに関しては、この2種類が、対免疫反応になります。どっちにしろこの細胞が死んでるっていうところがちょっとなんかウイルスって嫌だなと自分は思うんですけどね。はい、はい、じゃあまとめていきましょう。ウイルスが侵入してきました。まず最初に反応するのは NK 細胞、ナチュラルキラー細胞ですね、が、倒してくれます。ただ、まあ、それだけじゃ足りないので B 細胞とか樹状細胞が、ヘルパー T 細胞に対し抗原提示を行います。こんなの来たでーと。で、やっぱりヘルパー T 細胞は今回も2種類に分かれまして、 TFH の方は、これ最近の時と一緒ですね。 B 細胞を形質細胞に進化させて、で、形質細胞は抗体をゴンゴンと作ります。で、作られた抗体はウイルスに働きかけて、退治しようとすると。で、TH1 の方、こっちは、最近の時はね、マクロファージの活性化でしたけども、今回は、特殊部隊 CTL を、組織しまして、ウイルスに感染した細胞を特異的に破壊することができますというような、流れになって、でこれも最近の時と同じように、ダウンロードできるようにしておきますので、ちょっと使ってみてくださいと。
これでですね、細菌とウイルス、2つのね主な免疫反応を流れを、見てみました。結構整理されたんじゃないかなと思います。酷使ポイントのところは、忘れないようにしっかり勉強しておいてください。では終わります。